今、ちょっと遊んで帰ってたこと。はい、ゆずちゃん、リムのとこ来て。リズちゃん今、ソーサラー。杖がないソーサラー。役に立たないソーサラーになってもらう。あ、そうだ、これ、チェックポイントセーブしとこうか。大丈夫かな？ うん。休息を取る。来ました。ほとんどパンイチ。赤いブーツを履いた姉ちゃん。リズちゃんがもらってきたやつをちょっとかっこいいから着ちゃってるっていう。やられた。ストライカーアームしてるっていうのに。いや、やめて。怖いとす？さあ、逃げよう。おお、なになに？今なんか俺、ランプかなんか直してなかった。なんでお前 HP そんなにないの？どう？コト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 。よし、なんかアイテムかなんか投げてみるか。焼けたらいいね。なんか買ってあるはず。あ、手投げ弾。行くぞ。失敗した。タル爆弾もらおうと思った。出なきゃなんで死ねない。ショック度数。ショックで死にそう度数。いや、メルセデスが早くタルくれねえからこうなっちゃった。え？手投げ弾投げただけですけど、やったって言うのか。いや、当たってないよ。そうですか。あとでね。いや、俺、キナちゃん助けなきゃいけないし。まずお前職業戻さなきゃな。お、これ誰？お、かっこいいかも。見た目がかっこいいね。色が、薄緑で。ファイアボールサンダリンだけですか？ポイズンスワンプは、ああ、なるほど。これでもいいですよ。ガイドワンズですか。おう、いいの、ちゃんと着てるじゃないですか。いいね。じゃあ、ちょっと、イズちゃんの職業戻しに。ここで職業変えらんないんだよな。告知とまでいかない。ああ、わかってる。いきます。テラリアちゃん。テッサリア。テサーラ。ティサーラ。じゃあ、黒樹島に行こう。昼まで寝て、夜まで寝て。
ぶつけられていねえかな。